おはようございます。というわけで京都サタビ2日目でございます。今日はですね、京都の有名銭湯サウナをはしごしていこうと思います。今日も張り切っていきましょう。はい、というわけでホテルをチェックアウトしました。今京都駅からね出たところなんですが、歩いてね銭湯サウナ向かいたいなと思います。まずは五香湯行きたいなと思います。ちょっとね距離あるんですが、まあ散歩かてらね気持ちいいだろうということでね、ゆっくりブラブラしながら向かいたいなと思います。それでは向かいましょう。来ました。ドン。いやめちゃめちゃ楽しみしてたんだよ。ご好意ありがとう。いや、露天風呂にいた恐竜フィギュアがめっちゃ気になる。はい、というわけでご好意行ってきました。次はですね、白山湯行きたいなと思います。ご好意から700メートルぐらい歩いて10分ぐらいで着いちゃうんでね、いや本当にこの徒歩圏内で行けちゃうっていうのが本当にアクセス最高ですね。というわけで、次、白山湯向かいましょう。白山湯ありがとう。いや、水風呂が深すぎて散歩目で絶対こうガクンってなるんでご注意を。はい、というわけで白山湯行ってきました。これからちょっと河原町の方までブラブラ歩いて行って、そこでご飯食べようかなと思います。はい、で、またちょっとね観光とかして、最後にもう一軒銭湯サウナ行って帰ろうかなと思います。まだまだ京都サウナ楽しんでいこうと思います。それでは行きましょう。はい、というわけで最後のサウナです。梅湯に来ました。
はい、京都サタービー最後締めくくりは梅湯ということでね、堪能させていただきたいなと思います。それでは行きましょう。楽しみ。梅湯ありがとう。はい、というわけで梅湯のサウナも堪能させていただきまして、これで京都サタビ全行程が終了いたしました。いやー、本当に京都のサウナ最高でしたね。一泊二日でぬかと湯気、五香湯、白山湯、梅湯って感じでね、4施設回ることができました。いやー、京都最高。京都のサウナ本当に京都ありがとう。いやー、帰りの新幹線がですね、30分ほど遅れてますね。最後の最後にちょっとだけトラブりました。まあ30分ぐらいなんでね、よしとしましょう。はい、おまけトークです。初めての京都サタビーということでですね、このサタビーを総括できればなと思います。はい、一泊二日でサウナ4軒行きまして、あとは観光地もですね、天の橋立て行って鴨川散歩できて、抹茶スイーツも堪能できて、本当にサウナだけではなくこの京都をですね、バッチリ堪能することができたかなと思います。最初はですね、新幹線ではなく高速バスで行こうと思っていたんですよね。東京を朝出たら夕方に京都に着くみたいな。で、京都に夕方に着いてもでも何もできないなと思って新幹線に切り替えたんですけど、結果新幹線にして本当に良かったですね。快適ですし、2時間で京都に着くんですよ。で、そっからもう朝8時ぐらいにも京都に着いて、そっから行動ができるので1日しっかりとね、楽しむことができましたね。いやー、バス乗らなくてよかった。僕はですね、基本的にこの浮いた交通費をサウナとかご飯とかお酒に使いたい派なので、なるべくまあバスで行けるところはまあ節約したいなと思ってバス乗っちゃうんですけど、いやー、この関西、京都とかやっぱ大阪、名古屋とかその辺は新幹線で行った方が断然いいですね。本当に2時間、もう1時間、名古屋なんてもう本当すぐ着きましたからね。いや、今後は絶対新幹線乗ろうと思いました。この京都のね、有名銭湯サウナたちをこの徒歩で回れるっていうのが本当にありがたいですね。京都のこの街並みを楽しみながら、観光を楽しみながらサウナにも入れるっていう感じで。いやー、本当に京都のサウナーの皆様が本当に羨ましいですね。しかもワンコインっていうね。いやいやいや。ありえないですね。ぬかと湯気も他のサウナ室も気になりますし、あとはルーマプラザとかもね、行きたいサウナまだ京都にあるんでね。で、あと大阪、神戸、こちらもね、行きたいんですよね。関西サタビもこれから計画しようかなと思っております。はい、というわけで京都サタビ本当に最高のひとときを過ごすことができました。まだ京都のサウナ行ったことないよという方はですね、ぜひ足を運んでみてください。はい、というわけでおまけトークでした。ありがとうございました。